ケントカズは2016年に公開された日本映画。映画制作の専門学校を卒業後短編映画の制作を中心に活動してきた広島県三好市出身の映画監督、庄司博史氏がロッテルダム国際映画祭2012などに出品された2011年制作の同名の短編映画を自身初の劇場長編映画としてリメイクし、2015年の 第28回東京国際映画祭の日本映画スプラッシュ部門で作品賞を受賞。翌2016年7月30日より全国26区で公開された覚醒剤密売を舞台に裏社会で生きる男たちの狂気や悲しい運命を描く前編96分。悪友の剣と数は自動車修理工場を隠れみのにして覚醒剤の売買で金を稼いでいた。 しかし、県の彼女、サキが妊娠したことにより県は真っ当な人生を願うようになる。だが、反対に、数が販売ルートを増やそうとしたことで、元締めのヤクザから目をつけられた県は、次第に追い詰められていく。第28回東京国際映画祭にて個性が、強く、独創性とチャレンジ精神にあふれる、インディペンデント映画作品を紹介する、日本映画スプラッシュ部門において、 作品賞を受賞し、審査員により、運命に翻弄される二人を、シェイクスピアのように描いた作品と評された。劇場公開にあたり映画監督の長谷川和彦は、登場人物が、皆それぞれ固有のリアリティに満ち満ちているのに感心した、覚醒剤密売に関わる最低最悪の人間たちが、なぜか、愛おしくなってしまう。過剰なクローズアップカットの連打も決して上滑りせず、 見るものを未知なる映画の世界に引っ張り込んでくれるとして必見の新作と賛辞を表した。劇場公開後は作品評価の高さから上映期間が2度延長されるなどロングラン上映となり数々の映画賞を受賞している。ありがとうございます。